はいどうも、ジュエルモンスターズの坪井海斗でございます。今回はですね、僕のことをよく知ってもらうために100の質問に答えていきたいと思います。それではやっていきましょう。イケイケゴーゴーつぼいカイトって言います。つぼいに関してはポンさん の勘違いでつぼいになりました。カイトに関しては自分が何だろう、海関係の名前にしたいなと思ったからつぼいカイトになりました。フラッシュ暗算とあと水の一気飲みですね。 500ml の、 水の一気飲みが得意です。僕はアニメを見ることとゲームをすることですね。ゲームはオンラインゲーム、アニメは結構いろんな幅広くよく見てます。高知県です。四国の中にある一番持ちやすい形してる県ですね。高知県です。ストレスを感じない体質なんでないですけど、普段やっぱりその趣味とかそういうことが好きですね。アニメ見たりとか、まあゲームしたりとか、まあでも人と話すことが結構僕はストレス発散になるんで、まあ楽しいですね毎日。今コロナ期間でちょっと辛い部分があるんですけど、逆に家にいる方がストレス溜まるかもしれない。もう完全に青ですね。なんかポンさんも初めて会った時からなんか俺は青色っぽいって言われてたんで、でももともとすごい青色がすごい好きなんで、すごいいいっすね。言われるのは犬っぽいとか、あとカワウソとかですね。カワウソ結構可愛くないですか？高知県のあのなんか絶滅危惧機種みたいなので、カワウソ選ばれてるんでちょっと嬉しいですね。バリバリ人間ですね。なんかお化けとかも怖い方だと思うんですけど、僕は人間の心変わりみたいなものが怖いですね。信じれるものは自分のみ、己のみみたいな。アニソンも好きだし、 J-POP とか、あとバンドですね。インディー、なんかバンドでも結構インディーズ寄りとかが好きですね。でも一番好きなのって言われたらなんだろう、でもウーバーワールドすごい好きです。なんかウーバーワールドのおかげで結構僕は前向きに毎日頑張れてるんで、ウーバーワールド好きっていうのがあれかもしれないですね。なんとかなるでしょう精神がものすごいんで楽観的ですね。一人っ子です。一応なんか犬実家で飼ってたんで、まあ犬を弟みたいな感じで扱ってますけど、バリバリ一人っ子です。誰だろう、まあ久保田が仲いいと勝手に思ってるんで、まあ久保田かなって思いますね。まあでもみんなで行きたいよねどうせハワイ行きたいで、ハワイ、ワイハーで、ワイキキなビーチでウキウキしたいで。なんだろうなぁ、最近は僕スーモを見てますね。もう引っ越ししたくてしたくてたまんないんですよ。学生時代からもう5、6年も住んでるんで、もうそろそろ引っ越ししたいと思って。まあ夏が一番好きなんですけど、夏になったら夏になったで暑いって言って、春とか秋とか春秋になってほしいって言うんですけど、多分一番自分がウキウキしてるのは夏だなと思います。春樹はまあ正統派って感じかな。ゆうくんだとまあザ・アイドルって感じ、意識高い系男子。久保田はまあチビですね、アホですね。生活能力が俺よりないですね。アルトはメンヘラ、大変そうだなと思いますね。僕はメンヘラじゃないんで。アオトギはマジで不思議ちゃん、なんか多分何にも考えてないように見えていろいろ考えてるタイプですね。まあ、ポンさん酒がエンジン酒エンジン酒エンジンさん俺のイメージって何なんだろう、アホっての言われそうだな。イケメンって言ってほしいな。正統派イケメンって言われたいな。まあ無理でしょうね。はい、
小学生から変わらず卵料理全般ですね。だから、まあ、結婚するなら卵焼き作れる人がいいですね。美味しい卵焼き、卵かけご飯、卵かけご飯が一番いい。のベースボールベアっていうバンドがあるんですけど、そのバンドの白紙とかそういう名前だった気がする。中3とかだったかな。少ないお小遣いで買いましたね。まあ、イケメン枠で言うと成宮くんとか、あと平成ジャンプの薮光太に似るとか言われますね。でイケメン枠じゃないとジャルジャルの福徳に似てるって言われます。はい、今日11プロマックスル画質いいな。結構漏れてる気がしますね。どうでもいいんですが、ロボットを開発する人になりたかったです。勉強頑張ってましたね昔は。俺の一生で全ての運が向きますように。中高ともともハンドボール部でした。全国大会にも出ましたね。ジャスティン・デイビスとかニルズっていうブランドと、あとテンダーパーソンっていうブランドですね。あとなんだろう、まあバレンシアガとかも好きなんですけどね、やらしい感じするんでカットで、ここはまあ1億ぐらい貯金して、まあその1億で自分がプロデュースするグループを作って、1億で不動産投資しますね。なんだろう、まあ困ってる人に、本当に困ってる周りの人たちがね、不幸にならないぐらいのお金持ちにはなりたいですね。助けれるぐらいのね、親とか友達とかね、それぐらいを助けれるぐらいお金が欲しいですね。いや本当に、だから引っ越し先を探すことですね。スーモで毎日調べてます。まあハンドボールは好きですけど、まあスポーツ全般好きなんでね、サッカーとかバスケとか結構好きですね。自分の人生もう一回やりたいかな。間違えたこととかもたくさんあると思うから、それをやり直せたらいいなと思う。まあ身長が高いところですかね。あと声がでかいところ、笑いやすいし、友達とか、まあ、仕事の関係の人だったら相手に連絡をしますね。まあ僕寝坊したことなんかあんまないんでね、わかんないですけどね。まあしたことありますけど、はい。まあ180って言ってます。179後半なんで180って言ってます。男女の友情ね、俺は成立すると思ってますね。一番っていうのは決められないけど、もし坪井カンストの人生っていうんだったら、俺がね、いるから頑張れるとか生きれるとかさ、幸せとか言ってくれる言葉が嬉しいですね。毎日が幸せです。これは、マジで。もう一番絶望したことは大学落ちた時ですね。期待大学行けなかった時ですね。行けると思ったのに行けなかった時は、すごい人生で一番絶望しましたね。関西ジャニーズジュニアの A グループっていうグループの動画見てて、もう死ぬほど笑いましたね。あれぐらい面白いグループになりたい。なるぞっつってね。アニメ見てしょっちゅう泣いてますね。感動系のアニメというか、最終話が苦手なんですよ、全部。何もかも。全部嫌いなんですよね。なんか関わってくれた人に感謝の言葉を言って死にます。まあ家族と過ごしたいかな。ありがとうって言って、いい人生でしたっつって。まあ打たれ強さとかは強いかもしんないですね。いろいろ落ち込んだ時とかも立ち直りとか結構早い方なんで、それは得意かもしれないですね。誰にも負けないかもね。わかんないけど。後悔するけど立ち直りが早いタイプですね。バリバリ楽観的。でも楽観的なんだけど、なんか大事なことはすごい理屈を絡めてきちゃう。理論的になるみたいなところがありますね。漫画ですかね。漫画なら7が好きですね。7は面白いです。結構少女漫画とかも見る方なんで。メンズノンノとか、あとなんかいろんな雑貨とかが載ってる、電子機器とか載ってるやつあるじゃないですか。そういう系が好きですね。
最近のお気に入りはネットフリックスでございます。メゾンマルジェラのもうハゲちゃったんですけど、これですね、ファイア&プレイスってやつが使ってます。水玉模様シャーみたいなみたいな、あの民族が騒ぐやつはやったりしますね。最近は僕はゲーム実況のあのハイグレタモオさんのよく見てます。あのクソガキクランっていうなんか中学生とかがと一緒にゲームやってるみたいな動画をよく見てます。 A 型です。顔を洗いますね。やっぱり顔洗った方がね、肌を綺麗になるんで顔洗ってます。あ、そうだからその配信とかを見ながら、なんか結構夜中、朝から朝方までみたいななんかやってるんで、ゲーム配信とかを見てます。カニ座です。カニカニ、まあ、久保田ですかね。優しいんで、まあ優しすぎますけどね、まあ彼女になったら安心なんじゃないかなっていうのが久保田ですね。まあ、芯がぶれない人間ですね。ウーバーワールドですかね。誰が好きって言われたらウーバーワールド、はい、拓也無限大が好きですね。あの人自身がすごいかっこいいんで僕は好きですね。まあ、ディズニーのリトルグリーンメンが好きですね。あのちょっとあの頭おかしい感じが、あと豆柴くんとかも好きですけど、まあ大変とはあんま思ったことないな。自分がたるんでる時もなんか生きてるだけでいいよみたいに言われると甘えそうになるですかね。大変なことは。もう好きなアニメたくさんありますね。僕が昔から好きなのはあのバカとテストと召喚獣っていうアニメが一番好きです。まあ話の内容言うとね長くなってしまうのでね、一応語らせていただきますと、まあその精神なのかな、なんだ、最高に面白い作品ですね。一番好きなアニメですね。まあ、あとまあ黒執事とかは結構勉強になるアニメですね。あとなんだろう、反逆のルルーシュとかコードギアスです。まあ鬼滅の刃も好きだし、あと魔法科高校の劣等生とか、ね、すごいアニメは全般好きなんで、まあアニメのことに任せたら、まあ俺は大概知ってますの、知ってるんでぜひ何か話してみてください。もうウーバーワールド、あとジャニーズ結構歌いますね。まあ、平成ジャンプとか多いかな。キスマイフットツーとか歌いますね。美顔器とか欲しいかも。美顔器、家でできる美顔器とか。まあ、気持ちかな、気持ち、思い出かな。大事なのは思い出。ここだよ、ここハート。本のところで言っちゃったけど、ナナが結構好きですね。いろいろ感動したんでナナは好きですね。え、でも一番食べるって言われたら貝、お菓子っていうのかな、貝ひもとかかな。ミニストップの貝ひもめっちゃ美味しい。エナジードリンク系なんだけど、なんかちょっとあの100円とかで売ってるようなよくわかんないあの怪しいエナジードリンクあるじゃないですか。あれが一番好きかもしれないですね、僕は。え、なんかいろんな服着てみたいかも。いろんな、なんだろう、おしゃれして出歩きたいかもね。あと、あのプールとか行ってみたいね。なんか、どれぐらい視線集まってんのかなみたいな。気になんない。気になるんで、あの、もし僕が、もし生まれ異性になって、でかかったら、どれぐらいいろんな人に見られてるんだろうっていうのを、ちょっと感じてみたいかな。追いかけられる系はあるよね。なんかすげえ、なんか今でもすごい覚えてんだけど、小学校の時の友達が全員登場してみたいな、女子が怪獣でみたいな、女子が怪獣で男子が俺らがなんか逃げ惑うみたいな君は、なんか今でも忘れないね。
めちゃくちゃ勉強してたかも部活終わってから卒業までとか受験までの期間にもうちょっと勉強すればよかったなって思いますね。勉強することでね、選択肢が広がるから、まあ、やっていけばよかったなとは思いますね。もう挑むって感じですかね。なんか M っぽいって言われるけど、まあ実際のところどうなんだろう、まあご想像にお任せします。L って答えるやつおるやん。それだけには絶対ならんって今決めてるから、 L なんていう答えは言わん。 L、 あ、匂いフェチとかかな。すごいいい匂いだとおおってなりますね、男女関係なく。まあ受験の時は絶対絶命だったかもしれないですね。もう終わったみたいな。楽な人生だったら、でも確か楽な方を選ぶかな。でも忙しい方がいいかもしれない、わかんないけど、楽な人生はつまらん気がする。まあ、料理作んないんですけど、1年ぐらい前まですごい作ってたのが納豆マヨキャベツみたいなやつはよく作ってましたね。なんかマヨネーズが納豆の臭み消してくれてすごい美味しかったですね。それが得意料理っちゃ得意料理かもしれない。もう笑顔、全力の笑顔ってよりなんか恥ずかしそうになんか笑う笑顔って感じかな。その人ができないのに言われるとムカつくかな。まあノリがいいでしょ、まず。2、自分のペースに持っていけるでしょ。3、俺たちのことを考えてくれてるなってことをよく感じるところですかね。美への意識が高いとかね、そう、失敗を恐れずいろいろ頑張ってる、頑張ってるっていう俺が社長いるのもあれだけど、すごい努力家なところとか行動力あるところですね。まあ、3つどころじゃ収まらないぐらいいいところありますね。むず、いやむず、大福やん。世の中正義と悪、どっちが正義でどっちが悪か分かんないし、悪からしたら悪が正義だし、それが誰かのためにって思ってやってる方が強い。なんか自分勝手なもんは結局負けると思います、僕は。分かんねえ。だから正義と悪はどっちが強いなんか。どっちも強いに決まってるんだろう。多分僕は告白、自分から告白できないけど、気持ちを探り入れて、確信してから告白するタイプですね。だから自分から告白はできません、基本的に。一目惚れは結構あるもんだと僕は思います。なんかフィーリングとかね、って結構当たってるタイプなんで僕は。だから一目惚れは全然あると思います。積極的が奥手だって、もう中途半端だと思いますね、僕は。で、言ってしまえば奥手なのかもしんないね。騙されやすいタイプかもしんないね。でも別になんか信じたところでそんなになんかダメージ来ないんだったら、僕は結構積極的に信じるタイプだね。落ち着いてるカフェ人がいないお店、何にしても人が少ないっていうのが大事です、僕的には。いや、そりゃ自分を信じるでしょって。その友達にね、好きな人否定されたとしても、だからって感じじゃないですか。だからそんなんでなんか批判されてやめるぐらいなら、多分それはそんな好きじゃないと思う。基本的にも黒スキニーで上黒みたいなのが多いね。夏とかはでもまあ白とか、まあ、白黒ばっかだね、白黒ばっか。最近ちょっとそれが嫌で、いろんな色、まず青っぽいものからちょっと買って挑戦はしてるんですけど、今日も京都で黒を着ちゃってますね。はい、あるっちゃあるかもしんないけど、それを含めて自分だから、そんななかったことにしたいまでは言わないかもしんないね。まあ今を生きるのが自分なんでってのがあるから、あんまりなんかなかったことにしたいっていうのはないかも。もうチャラいですね。チャラそうっていうのはもう絶対言われるね。まあ、もう慣れすぎてね、まあ、そんな実際チャラくないんだけど、チャラそうって言われますね、よく。はい、まあとか、言うてとか、いやマジでとか、マジでとかすごい使いますね。
そうマジでって親に言ったらそういう口調やめなさいって言われる。あの気をつけたいなって思ってます。マジ僕はアニメのトラドラっていうアニメを見た時に、なんかその話でね、主人公とヒロインがいて、その主人公とヒロインはその1話の時に別に付き合ってないの、同じ学校なんだけど付き合ってなくて、お互い好きな人がいて、その好きな人と付き合うためにいろいろ2人で頑張るみたいな、協力していくんだけど、最終話らへんでもう2人がね結ばれてほしいなって思ってたら、まあ案の定結ばれて、そのなんだろうシーンがたかね、すごいもうキュンってするの、好きだったんだよみたいな、だからそのシーンが最近キュンとしましたね。はい、少ないわ友達、少ねえよ。まあ自分の信じた道を頑張ったらいいと思うし、それで後悔したとしても別に何も変わることはないんだから、結局その後どうするかは自分の人生次第なんで、やりたいことをやった方がいいかもね。やらなきゃいけないことじゃなくて自分でやりたいことをやった方がいいかも。もしやりたいことがないんだったら、例えば自分の興味持てる分野とかあるわけじゃん。例えば、まあ、YouTube やりたいとかって、YouTube とか、まあ、動画作成について興味あるんだったら、まあ、興味あることをやってみるとか大事じゃない？で、わかんなかったら、もう大学行けばいいと思います。大学行って見つければいい。その間、4年間もあるんだから、まあ、やりたいことはいつか見つかるだろうし、まあ、それで見つからないんだったら、ね、自分が頑張ってきたことを仕事にすればいいと思うし、何もしないのが一番ダメだと思う。いや無理ですね、無理だよ、一人では生きていけない、みんながなんか誰かと支え合わないと生きていけないと思う。ちょっと曇りがかってる晴れ、もうギラギラしてる太陽、太陽ギラギラしてるって天気じゃなくて、ちょっと曇りがかってる感じが好きですね。俺のことを好きな人、大切に思ってくれる人かな。優しい子、ほっとりしてたりとか、うん、尊敬できるとかじゃない、自分にないものを持ってる人とかじゃない、あ、まあ生活能力ある人がいたな俺が生活能力ないから俺の代わりにいろいろやってくれる人がいいかもしれないもう家政婦やんそれも。数学じゃなくて算数だね、算数と体育、体育はもう常に、はい、良い、いい点数だったですね。かまいたちとアキナが好きですね。結構笑いも見てるんでわかる、アキナのネタとかね。変な人変な人、変なノリがいいやつって感じだって、あ、いじられキャラだな、いじられキャラだ、いじられキャラだ、今と一緒やん。ウーバーワールドの竹谷無限大かっこいい、あの人ほどブレないって、もうすごいかっこいい、かっこいいね、一言でつけます、ああなりたい。まあ、僕たち、まあ、ジュエルモンスターズ、あとアイドルとして活動としてのプラウディーズがもっと大きくなるように、たくさんの人に見てもらえれるようなアイドルグループになりたいって思ってます。最後まで見ていただいてありがとうございました。まあちょっとは僕のことを分かってくれたのかなと思いますので、まあぜひぜひ僕のことをもっとね知ってもらって、で逆にね見てくれた人も僕にねどういう人かっていうのを教えてくれたら嬉しいなって思います。ということで以上100個の質問でした、ありがとうございました、またねあ、これがこれがあれだ、なんだっけ、50番目、何番目だっけ、これが50番目の一番の笑顔はこれかもしんない、これだ